はい、皆さんこんにちは、ニハオリンチーです。今回ですね、こちら、中国版のあのティンクパッドのあの X1 カーボンを購入したので、皆さんに、早速レビューしていこうと思います。しかもですね、最初からね、この、家庭版のオフィスが入ってるんですよ。これ超いいっすよ。まあね、ついでなんですけども、あの買ったらね、こんだけいろいろついてきました。これね、まずね、あの PC バッグね、それに、これがね、これが非常にいいと思うんですけども、あのアダプター、あの世界各国で使えるアダプター、あのただでした、あのサービスでね。でこれはね、まあ基本的なあのマウスですね。はい、これもサービスでついてきました。これがね、何ですか、マウスの、あのパッドと、キーボードの、保護フィルターですね。まあここら辺はどうでもいいんですけど、まあ行きましょう。はい、まあね、開封つってもね、昨日ね、あの買った時にあの検品っていう意味で、もう開けられちゃってるんですけども、まあどんな感じだったかっていうことでね、あの開けていこうと思います。ね、これね、充電器ね、はい、充電器ね、もう最初からね、65W のやつがデフォルトでついてるんですよ。 65W の急速充電のやつで、中国国内で買った場合、ここがあのピンがあの3つのやつなんですけども、これはね、このケーブルだけ、別に買えば別にいくらでもないんで、ここは問題じゃないです。はい、はい、ね、まあこういう風に、はい、こんな感じで X1 出てきましたね。まあ、ビニール袋以外は昨日の状態と同じなんで、はい、開けます。はい、こちらね、 X1 です。はい、薄いですね、軽いですね、いい感じですね。はい、まあそれではね、こんな感じでね、これからね、いろいろこの X1 について解説していこうと思います。はい、まあね、まあ購入して早速使っていろいろソフト入れてあるんですけども、まあ全体的に、こんな感じです。それではね、簡単にね、今回購入した ThinkPad、X1 カーボンの、スペックを紹介させていただこうと思います。CPU はね、Core i7 の最新版の第10世代のやつで、メモリは 16GB で、ストレージ SSD は、1TB を選択しました。でそれでね、この何ですか、ディスプレイは2K で、 LTE 付きを選択しました。で、だいたいね、値段は、中国元で、14,099円だったんで、だいたい日本円で22万円から23万円でした。でね、これね、日本で買うとね、ちょっとネットでやってみたらね、だいたい30万円ぐらいに日本で作ってくれました。しかもね、このタイプ、基本的にな、ワード、Excel、パワーポイントといった、オフィスが付いています。で、この X1 カーボンの、最低価格、一番最低スペックのやつ、中国国内で調べたら、Core i5 の、メモリ 8GB の、ストレージ、260GB で、1080p ディスプレイの、まあLTE、が付いてないやつは、だいたい8000元で12万元でした。はい。でね、僕はね、まあワードなど、使ってる場合、4K だとね、ちょっとね、まあ無駄なんですよ。しかも 4K ってちょっと電力を、消耗しますし、かといってね、1080p のやつだと、ちょっと、まあ、ちょっと文字大きすぎるかなと。画面ちっちゃすぎるかなっていう感じになっちゃうので、そのいわゆる 2K っていうやつを選択しました。それでね、これにね、ヨガっていう、X1 ヨガっていうのあったんですけども、そのヨガにしなかった理由、まずね、この、まあ、何ですか、 X1 カーボンより、300g 重いで、中国国国内では LTE バージョン、まあ、LTE バージョンは結構僕出張とかでね使ってね、結構重要なので、LTE バージョンは必須なので、こちらにしました。で 300g で、
まあ、要はヨガモードでそのなんかタブレットモードにしてその、まあ、A とかかけるって言うんですけども、あの 300g 差があったらだいたいね iPad mini を、別に持ち歩けるんですよ。はい、まあ、300g iPad mini が 300g ですね。それでですね、ThinkPad X390 とこの X1 カーボンの差ね、はい、まあ、ちょっと、ね、チェックしてみたんですけども、結構ね重要なポイントなんですけども、X1 カーボンの方がスピーカーがはるかに良かった。まあ、ここにねスピーカーついてますんでね、あのスピーカーの性能がはるかに、上でした、結構ね出張多くてホテルとかにポンってあのパソコンを置いてあの使用する人、スピーカー重要です。はい、まあね、これねみんなねスペックとかに目がいって結構ね気にしてないんですけども、あの買ってから後悔する。あの買ってから意外とねスピーカーがダメでね、なんか、まあ、ちょっとテンション上がんないなみたいな感じになっちゃうんで、ぜひチェックしてみてください。はい、でね、こちらがね、あの Surface Pro LTE Advance、まあ、僕も2年間使ってまして、でね、それでね、あの今回もあのこちらのあのサーフェスシリーズで買おうかなってちょっと思ってて、ちょっと様子見てたんですけども、今回発表があって、ちょっと諦めました。で、このねサーフェス LTE ね、あの LTE なのがどうしても欲しかった僕にはその非常に良かったんですけども、CPU が Core i7 でメモリーが 8GB でストレージが 256GB しかなかったんですよね。まあ、それしか選べなかったんですよね。で今回サーフェスプロのなんかハイスペックなやつを選んだら、いろいろついてくるかなと、あの LTE もついてくるかなっていう思ってたんですけども、どうやらねあのそうにはならなかったんで、まあ、それもね今回こちら、ThinkPad X1 カーボンを買った理由の一つであります。しかもねこの、まあ、最新版のやつはできるんですけども、こちらあの何ですか、サーフェスはねもう充電がこれだけなんですよ。充電がこれだけで、まあ、専用の充電器持ち歩かなくちゃいけないんですよね。つまりあのスマホと共有したりできなかったので、ちょっとねその分だけ荷物増えると。でこちらはね、まあねこの専門的に、この何ですかタイプ C、USB PD で給電できるので、小型のやつ、あるじゃないですか、今 60W とか、まあ、30W から 60W とか、ぐらいからの、USB、PD を買えば、まあ、スマホと、ね、共有できて、そのちっちゃい電気1個で、世界中飛び回れるっていう、まあ、ちょっと夢があったんで、まあ、それも大きな、ポイントになりました。でこのね、サーフェスね、まあ、これはこれで非常にいいんですよ。家に、メインマシンがある人にはね。で、メインマシンがある人にはいいんですけども、これ単体で使うとなると、なんかちょっと、まあ、厳しいなっていう、ことが多々ありました。まあ、LTE があって、かつ、まあ、いろいろハイスペックなものが選べないっていうのが最大のポイントなんですけども、外で使った場合ね、意外とね、不安定なんですよ。これ今ね、ベッドにポンと置いてるんですけども、これだから重心が向こう側に行っちゃう、重心がこっち側に行っちゃうっていうのがあるんですよ。で普通のねあのラップトップ、まあ、ノートパソコンの形状だと、まあ、重心がねやっぱね こっち側にあるんですよ。こっち側でこのディスプレイの方が軽いっていう構造になってるんで、やっぱね膝の上にこうやってポンって置いた場合に、やっぱ安定する。で例えばね、その、僕ほら、まあ、移動が多いんですよ。新幹線とか、まあ、車の中で使用する場合、やっぱね膝の上に置いてポンって安定してくれた方が、はるかに使いやすいんですよ。はい、でそれでまあね、まあ、こちらの方がねハイスペックなスペック選べるということで、こちらにしました。またね、まあ、サーフェスプロの、まあ、CPU、ストレージ、メモリがだいたいほぼほぼ同じにすると、日本国内で買った場合だいたい30万ぐらいします。はい、
この2つ重量なんですけども、こちらのサーフェスプロの方がだいたい 770g から 780g、まあ、本体ねこれだけでね、これにねカバーをつけると、カバーがだいたい 310g らしいので、合わせると、まあ、結局、まあ、1100g ぐらいになっちゃうんですよ。でこちらもね、だいたい 1.09kg、まあ、1100g ぐらいなので、実はねこれでねほぼほぼね重さ一緒なんですよ。まあ、こっちの方が多分数十グラム重いのかなぐらいの、まあ、差なんですけども、それでいてねいろいろこれね USB3.0 で、何ですか、このタイプ C のポート2つで、HDMI で、それでねこの、USB3.0 ここもう1個ついてるんで、ね、サーフェスだともうこの辺でどうにかしないといけないんですよ。USB3.0 でね、これでいろいろごちゃごちゃつけてると結局なんかいろいろごちゃごちゃ持っていってなんか重い感じになっちゃうんで、まあ、ちょっとね その点もありますね。はい、ね、意外とねホテルとかで動画見てるときに、サーフェスだとこれができないんですよ。非常に見にくいで、普通のね、ラップトップ型のパソコンだと、こうやって置いて、こういう風に動画見るってかなり楽なんですよ。しかも、横に置いて寝っ転がって、こういう風に動画見るっていうのが非常にやりやすいんですよ。で、このシンクパッドのちょっとだけ残念なのが、このコントロールキーと、これ、このファンクションキーですか、FN キーがね、なぜかね、位置がね、ちょっと逆なんですよ。これたまに押し間違えるんで皆さん気をつけてください。まあ慣れたらね全然大丈夫なんですけど、まあどちらにしろねパソコンね2台あって、1台でなんか重い、作業しながら1台でなんかネットサーフィンするとかいう使い方できるんで、まあ両方ともね活用していこうと思うんですけども、今回ねこちらね、X1 カーボン足してよかったと思います。それではね、こちらね、シンクパッド X1 カーボン、これからね、僕の仕事の遊びにガンガン使っていこうと思います。はい、それでは皆さん、お願いします。さあ、再見。